をすくうので、はい、拭きたいなと思ってもスマイルで、はい、乗り切ってください。あとは大事な呼吸ですね。鼻から吸って口から吐く、鼻から吸って口から吐く、で綺麗な空気吸って吐いて、どんどん新しい空気切り替えていきましょう。ではストレッチ編です。まず好きな方でいいので足を組んでいただいて、でまずは骨盤ゆら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 、はい、骨を通してゆら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 、いいですかね。はい、そしたらその状態で手をグッと組んで、内側にギュッと寄せるようにして、はい、1、2とやっていきます。はい、トン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 、そのまま今度はお腹を見るようにして背中を丸めていきます。この状態でお腹、骨盤、よいしょ、はい、いいですかね。おへそ見ます。はい、あんまり下がらない、では平行でいきましょう。で、そしたら今度はその背中を伸ばすようにして、ぐーっと上にまっすぐ引っ張ります。この時に骨が、腰の骨がありますよね。この骨でぐーっと下を押すようにしながら伸ばすといいかなと思います。脇が伸びるように意識してみてください。いいですかね。で、鼻から吸って、ふー、口から吐きます。鼻から吸って、はい、吐きます。はい、手首押したままぐーっと下ろしていってみてください。いいですかね。はい、もう一回いきます。おへそ見て、はい、押しながら引っ張っていきます。はい、万歳。はい、呼吸止まらないです。大体くるくる、手首だけくるくるしながら回していってみてください。はい、横について、この手サポートしていいので、もう一回この背中をしっかり伸ばしてみてください。そしたら今度は前につきます。よいしょ。で、この時に背中が丸まっているとストレッチできなくなっちゃうので、この腰ぐーっと引っ張って、首長く、はい、スパイルの時の紐を引っ張りながら、はい、このまま前に伸ばしていくようにして、少しずつ折って、最後は首の力リラックス。はい、いけるところまでいるように、もしここまでの人はこの状態で、でも首から引っ張ったイメージで、はい、呼吸してみてください。はい、いいですかね。鼻から吸って、口から吐く、吐くときに力入ってるところないかなってチェックしてみてください。はい、あと3秒、1、はい、そしたら手を使って少しずつ押してきてください。いいですかね。はい、今度は足伸ばしたところいきます。まずは骨盤緩めたいので、はい、前に歩いていきます。はい、今度後ろ、1、2、1、2、1、2、これ足使わないように骨盤で歩くのがポイントです。はい、戻ります。はい、いいですかね。ちょっとゆらゆらしてみてください。はい、そしたらまた一緒ですね。手組んでぐーっとおへそ見ます。この時背中が丸まってます。はい、同じように押しながら引っ張っていきます。はい、まず開いて伸ばして、はい、まず、はい、今度はひねりましょう。はい、反対もひねりながら外に開いていきます。はい、いいですね。はい、もう一回この手で押していって、もう一回押してください。はい、見ながら後ろの足、そしたらここから一歩ずつ、ガラケーのように押していって、はい、ぐーっと頭の力を抜く。はい、折りたたみの携帯のように、ゆら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 、
ゆら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 、頑張った。はい、膝もパタパタパタン、ブラブラブラ。はい、外から首のところで流します。よいしょ。はい、流して流して。はい、首持って、よいしょ。はい、最後にせーの。シュー。はい、ストレッチ編でした。ちょっとシンプルなところに気をつけてやってみてください。